はい、タイトルコール、シータンよろしく。なんすかその、タモリさんみたいな。とんがったまるー。おー、なんすか、なんすかそのだらっとした入り方。まあさ、タイトルをさ、言いたくないって何？どういうことですか？タイトルコール言いたくない、やりたくないって何？本番前にちょっと、平井君ちょっとタイトルコール言ってって言った時に僕が、うん、あ絶対嫌ですって言ったやつですか、うん、でその後に緑川静香っていうのが、はい、やってくれんのかなと思ったら、うん、なんかね、はい、嫌ですいやだから惜しくない？いや、違うやっぱここはまだ始まってたばっかりのになんでそのトガタバルはやっぱりその瀬名さんに言ってもらわないと背負ってもらわないと、はい、そうです。いや僕らが言いたくないわけじゃないんですよ、はい、うん、そう背負いたくないですよ、うん、そうですね。そこのそこをまだ背負いたくない。背負う背負わないとかいう番組じゃないでしょ、はい、いやそれはもうね、瀬名さんが全部背負って俺らは神輿担ぐだけですから、うん、そうです。その上でどんだけ踊るかもうバーン倒れるかもしれないですけど落とすよ。いやそれいろんなねいろんな暴れでこう皆さんをね楽しませないかんからそしたらもうすぐ倒れていく。何も俺らなんかずーっとまっすぐしてんのにダーッて勝手に倒れていく時あるし知らんよそら、うん、何してんのってなるだけやからまあいいじゃないですか。トンガタバル始まりましたよ。今回のテーマはです、おなんですか、電化製品とかね、うん、あと洋服買った時にね、はい、うん、一番最初に何やりますか。どういうこと、何やる、電化製品とかを買った時一番最初何やりますか、うん、何やる、何ですか、そのお払いとかですか。あ、まあまあだからお払いでも何でもいいですよ。いやいや今のそれ飲み込めんの。いやまず届いて封を開けた時とか、なんか開ける前にって、あの電子レンジとかも開ける前に、あれか、ちょっとその前にって。そうかな、いや、分からん、世間的にはどうなんだろう、これ分かんない。いるのかな、電化製品届いたら、お祈りする人って。いるでしょう。まあ、いるはいるでしょう。分からん、そう、否定は、全否定はできないですけど、僕はしたことないですね、私もしたことないです。マジでいやだからもうほんと瀬名さんの普段のことをやっぱ聞きたいですよね。いろんな変僕らからしたら違うんで、うん、電化製品届いたらまず祈る、うん、どの状態で祈る、箱のままですか、届きましたから、あのだから、ダンボールの前、開封式の前だよね。開封式って言ってんだ。開ける前にダンボールのまま、うん、手合わせどういうふうですか、あがめるんですか、その煙たくとか。いやおいドリフじゃねえんだからふざけんな頼まずうちの電気をそこまでやったらでもいや分からんけど、いや分からんのやったことじゃ手とこんなんはしないよ。どうだからなんかあのうちに来てくれてありがとうと思いますね。あの付き合い長くなると思うから壊れないでねみたいな感じの言う喋る、うん、声をお願いをします。でも昔俺にすぐ買ったばっかのトースターくれたやん。ああそう2階建てのやつでしょ。俺大切にせえよ。確かにそんだけの愛情があるなら使う回数少ないですよね。違う、色違いの限定色が出たの。あれいやそんなの浮気やん。ただのなんかその浮ついたそんだけねうちに来てくれてありがとう言うて色しかもなんかね、性能が違うのか色が違うだけで。ちゃんとお別れも言いましたよ。でそういう問題じゃないと思う。そうなんじゃないよ。でも分かってくれたからね。どうやって意思疎通取ったんですか。まあなんかちょっともうなんか向こうもこうちゃんと答えてください。向こうもこうやってたもう本当やってたの。おいでだから電化製品いや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 もう他の話しない。どう会話したんですか。だいたいだから夜だよ。夜電化製品の会話。ああそうなんだ、うん、夜なんその自分からかけるんですか声を。声かけるね。あまあまあそうね、向こうから来ないからね。で、まあ、一言目は大体ちょっと動くじゃん、その定位置から。ああそう動くんですか。ちょっと来るじゃん。一回聞いてみよう。全然こっちの方に、ちょっと待って、こっちの方に行くんだ。例えば何すかその電化製品はトースターですか、それも電子レンジ。冷蔵庫はなかなか来ないし。冷蔵庫はね、うん、バレるから、あの子たちは、うん、大きいから。うん、まあ、ちっちゃい電化製品は動くよ、うん、もういいや。ちょっと待って、もうやめよう。
運動もういいって分かった。一回ちょっとあれ冗談どっち、ちょっと冷たいお風呂入ろう。あったかい風呂じゃない、冷たい風呂だよ。もう背中、運動会背中熱っなんなん、無理すなって。緊張してんの。緊張すなよ、それは熱すな何なんすか。もうだからその電化製品を買って、そのお祈りはもう置いといてよ、うん、一番最初にじゃあ電化製品使うじゃないですか。こう、まあ、ドライヤーとかの紹介じゃ一回ドライヤー、はいはい。でそいつたち最初何します、何します、何質問がちょっと分かんないです。だから何もせずに開けて、はいはい、ビニールみたいなの取ってブーンってすぐ使うの。はい、使います。嘘つけ。え、どういうことですか。なんちゅうツッコミしとんか。いやそうやろ、大体ね。だって必要やから買ったから封を開けたらそのまま使うでしょ。使いたいもん。一回拭くよね、まずね。えぇ、ー、拭く、一回拭くでしょ。わかんない、新しいんですよ、うん。いや、わからん、その円グラフでそのパーセンテージがどんなもんなんやろ。いや、俺らがおかしいのかな。一回拭くでしょ。誰かが触ってそこ入れてんだよ。いやまあまあそら工場、あんまそこの奥行きは考えないですもんね。目の前の商品に早く使いたいっていう方法、うん、マジで。じゃあ拭かないってこと。拭かない、拭かない。店頭に並んでいて現品買わなかったらまだ分かる。ああ、分かる、めっちゃ分かる、それは分かる、めっちゃ分かる。まあその段階で俺は買わないけどまあまあその理論で言うなら買わないでしょうね人が触ったなって思って想像しちゃうからです。でね、もう一個ね、はい、じゃあ多分2人じゃあやらないんだと思うけど、うん、はい、シール剥がさない。何ですか。なんか暑いとこに置かないでねとかさ、なんかこうやってやってるやつとかあるじゃん。なんか細かいさ、商品に、そうそうそう、あのラベルついてるよ。あ、まあまあまあ、まあ、注意書き、注意書きなんだからさ、シール貼るなよって思うわけ俺。うん、ずーっと注意書きを毎回毎回見なきゃいけないんだよ。一回言われるわかんじゃん、そんなもん。そういうシール貼られてるのを全部取るの綺麗に。もう一旦そうしないと何も使えないと。だいたい 2,3 枚ついてんだよね。はあ、ちょっとまあまあちょっとわかんないな。やんないの？で剥がしたらなんかシールがこうが、ね。ねちゃ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 。ねちゃねちゃのねちゃねちゃしない取り方とかいっぱいもう俺 YouTube で見てるから。いやもうほんとシータン無理やって。それはもうそんなもう汚くなることを嫌がる人やから。シータンそれはもうほんとに全部やるよ。勝手に想像できるもんこっちは。静かに一人でもこうやってそうやない？やってそう。やってる。全部まあこのね見てても思うもんね。うん、本当綺麗。都内某スタジオ。某スタジオ見てても本当所有されてるからあれですけど。そうそうそう。本当に。そうか、しないか。しないですね。洋服は？洋服も何もしない？買ってきたらすぐ着る？いやいや、それはタグとか全部切りますけど、それはさすがに。洗濯一回しない？しないな。パンツも？全部しないですね。え？しないしない。しないですね。パンツ買ってきてすぐ履くの？履きますね。一回洗った方がいいよ。何されてるかわからんで。なんか何かされてたんですか今まで。そんな組織に。わかん、いやでもね理論はわかるのよ。まあ言うたらこの人がこう言うだろうな。でも俺はその生活はしたことないですねやっぱ。マジで。考えたこともない。いや一回。誰かがこう使ってるとかね。いやいやありえるで。何があると思うんですか。いやいやだからそれもさ試着的なさ、え、じゃあ誰かが、え、じゃあさ分かりますけど布団とかは布団買ってくるんですか。それも大手から、うん、すいません一回まずクリーンランドリークリーニングください。あ、じゃあ違う違う、あのだから天日干し、あ、まず使う前に一回天日干し、うんうん、ああでそうなん、ファブリーズ、ああ、うん、ファブリーズは信用してるんですね。うん、確かに私ファブリーズ逆にあんまりしないかもいいのそんなこと言って。いやいやでもそれはねだって匂いがついちゃうから、そうそうそう、一発目に、あ、じゃあ洗う、無臭のやつあるじゃん、うん、へえ。いやだけど一発目にファブリーズはしないですね。え、しない、うん、だって本当に汚れた時とか匂いが残った時、焼肉食べた時とかだったら分かりますよ、うん、いや買ってすぐファブリーズはなんかちょっとそっちのファブリーズの成分がつきそうで嫌じゃないですか。そう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 、そっちのが気になる。それよりもその大手の、うん、ねさんのお布団の新品の匂い感じたいじゃないですか。そうそう、西川の匂い。いやそう、俺が今大手って言ってたからあんま出すなよバカなのか下手くそだなこういうところ。自分が西川使ったりしないで、いろいろさありますよ、ニトリさんとかダイエットでいろいろありますから。パラモンドベッドの匂いでしょ。だからベッドとかどうするんですか。ベッドも天日干しするんですか。ベッドはすぐ使う
ハハハハ。